みなさん、こんにちは。しほりみチャンネルのしほです。りみです。というわけで、今回は、私たちゴールデンウィークにせっかくの10連休だというのに何も予定が決まっていないので決めていきたいと思います。はい、今日初日の27日なんですけど、今日本当はね、視聴者さんのプレゼントを買いに行く予定だったんですけど、なんか朝も遅く起きちゃったりしてね、結局何もしないで、初日はなんと何もしないで終わりました。さっき生放送したぐらいですね。で、明日は明日はね、ちょっとお家の掃除を つまんないよ、パパ。明日は掃除もするけど、今日本当は行く予定だったプレゼント買いに行かないといけないんです。誰が？視聴者さんね、掃除をやってプレゼント買いに。どこに行くの？今の近所。うん、あ、近所行こう。近所海外とか行きたくない？海外で見えるハワイでもなんかみんな結構旅行行ってるみたいだ。行かない？でも渋滞がさ、40キロとかでさ、確かにやばそう、ね、あんなのに、ね、うちはそこに見てあって渋滞が苦手だね近所の近所入って、29日はお祭りに。どこの？近所の近所づくしです。近所づくしで、その次は30日はちょっとパパがお仕事なんで、皆さんお家で待機しててください。待機パパがいないのにお島食べに行くぞ。あー、やるね、しゃぶしゃぶ。じゃあ、まあ、お島でも食べてちょっと元気を出してください。やった、全部元気で、31日は31日ないの？5月1日だもん。あ、そっか、じゃあ5月1日。大丈夫？パパさん、やばいね、もうで、あ、じゃあ1日もね、パパちょっとお仕事でいないんで、じゃあおいしいもの食べに行くぞ。あ、じゃあ1日焼肉です。2日目がしゃぶしゃぶに行くよ、うん、はい、じゃあ2日はお部屋の掃除が終わった後なので、うん、お部屋紹介。また家に引きこもるからね超特大スペシャルお部屋の隅に、いい加減家から出ましょうあくまでも皆さん予定なのではい、じゃあ3日目はなんと超大物 YouTuber あのまた例の大物ゲストさんと一緒に、どこに行くかまだ決まってません。ねえ、千葉、うん、多分千葉です。千葉から出ようよ。ミニはすっかりお絵かきになっちゃって、うん、字書いてるよ。はい、じゃあ4日はなんとそう、今パンって言ったシロンとコロンをなんとドッグランに連れて行きます。イエーイ。どこ？近所です。近所の大きな、あとね、調べたら大きなね、ドッグランがあったので、ちょっと行ってみようと思います。で、5日はなんとあの大物ゲストさんとまた5日だけはなんと千葉じゃないです。神奈川県に、誰例の人神奈川県で会う。え、例に会う？例に会わない。千葉から出れんじゃん。で、千葉がやっと最後の日ぐらいに出て、神奈川県で一緒にご飯を食べたり、なんか素敵なイベントがあるので、歌う、はい、その日だけはちょっと泊まって、神奈川県で、まあすごい近いけどちょっと泊まって、次の日はいちご狩りに行って。見て、近所、髪の毛切ったり、チョキチョキチョキって近所？いちご狩りは近所、ちょっとだけ遠いから、まあ一応神奈川県でいちご狩りをして。あ、神奈川県なの、うん、で、まあその次が学校だから早めに帰ってきます。いちご狩り楽しみ、あの例の人のコラボも楽しみですね。レイに、その前にレイのコラボが待っていますよ。
組ペア。サンディーだ。